ドゥブナは、ロシアのモスクワ州にある都市。モスクワ州の直接の管轄下にある町で、ロシア政府から科学都市に指定され、ロシア最大級の科学研究組織である、ドゥブナ合同原子核研究所の本拠となっている。またミサイルの製造開発に特化した、航空、国防企業である、MKB ラドガ社の本社もある。20世紀半ばに、町の建設が始まり、 1956年にとなった。人口は6万951人。ドゥブナは海抜120メートルでボルガ川沿いにあり、市街地のすぐ上流にはボルガ川をせき止めた大きなダム湖、イバンコボ貯水湖と水力発電所がある。市の西の境界はボルガ川とモスクワを結ぶモスクワ運河となっており、東の境界はボルガ川の支流ドゥブナ川となっている。 ドゥブナは首都モスクワから北へ1 2 5トルの距離である。モスクワ州の最北端の町で、モスクワ州で唯一ボルガ川に面した町でもある。モスクワへは、急行列車、近郊電車、シャトルバスが走る。最寄りの町には、キームルイ、タルドム、コナコボがある。ドゥブナ合同原子核研究所本部1946年、ソビエト連邦政府は原子力研究のために、 用子加速器の建設を決定し、モスクワからの距離があり、イバンコボ水力発電所も近くにある現在地が選ばれた。イーゴリー・クルチャトフが科学技術面を指揮し、都市建設及びモスクワへの道路、鉄道建設を含む計画の総監督は内務人民委員部長官ラブレンチーベリアが行い、グラグに収容された政治反乱も使って建設が進んだ。 計画決定からわずか3年後の1949年12月13日、加速機は稼働した。ドゥブナの町は1956年設立された。これは最初の研究所をもとにソ連と東側諸国が合同でドゥブナ合同原子核研究所を設立したのと同時期だった。ジナーは主に素粒子物理学研究、重イオン研究、超ウラン元素研究、 放射生物学、高エネルギー物理学研究などを行い優れた業績を挙げた。1960年には、ボルガ川の反対側に位置するイバンコボの町がドゥブナに併合された。20世紀を代表する多くの実験物理学者や素粒子物理学者、例えば、ニコライ・ボゴリューボフ、ゲオルギー・フリョーロフ、ウラジーミル・ベクスラー、ニュートリノ物理学の開拓者、 ブルーノ・ポンテ・コルボラがジナーで研究した。また超ウラン元素も数多くジナーで発見された。第105元素ドブニウムはこの研究所の位置するドゥブナの街の中から取られている。1964年には第12回高エネルギー物理学国際会議の会場となった。ソビート連邦の崩壊前、ドゥブナ市民の多くはドゥブナ合同原子核研究所、または ラドが設計局で働いていた。しかしソ連崩壊後はこれらの研究機関、企業の雇用に占める割合は目立って落ちている。小さな企業がいくつか誕生したが、なおも雇用情勢は厳しく、モスクワへ通勤する者もいる。一方、ロシアの新興財閥システマを中心に、政府や民間などが投資し、ロシア版、シリコンバレーをドゥブナに作る構想もある。 ありがとうございます。